はい、えー、皆様、こんばんは。2021年11月の16日、えー、ボギーチャンネル、私主催の、えー、ボギー、テドコンでございます、えー。今日の南の島、昼間、やはり23度ぐらいまで上がりまして、結構ね、あの、暖かいというよりはちょっとじりじり焼けるような、まあそんな日で、 ございました。まあ、そんな南の島からお送りするボギーチャンネル、えー、今日も色々お話をさせていただきたいと思っております。えー、早速、甘さ控えめさんからニラの連投でございます。ありがとうございます。ラプテンさんからはキティちゃんいただいております。それから、前田さんからは、はい、またいつものニラ。 コースケさんからは島らっきょうスムージーにモンドさんからクラッカーでございます。ハツさんからはミイグチのニラをいただいております。えー、前田さんは今日もね、数劇ということで、もう本当にそれだけでもありがたいでございますよ。はい、サメハダさんからも島らっきょうスムージーということでございまして、さてこれ、はい、今日サトシさんが花火と書いていますけど、別に真夏のやつでは、 ございません。最近この茶炭の方で、週末のね、土曜日の20時になると花火を打ち上げるんですよね。そして、まあこのような華やかな光景が見られるということでございまして、いやーなんか本当に、千と千尋のね、あの、イラストのような感じで、本当に綺麗な感じなんですけど、まあ実際にこの茶炭町、 神浜というのはこれからどん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 クリスマスイルミネーションがね飾られて華やかになります。まあ、昨年はあのやはりチャイナウイルスの影響ですごい地味な飾り付けだったんですけど、まあ、今年はもうねあの緊急事態宣言も解除されていますんで今まで以上にねもう派手派手な はい。えー、イルミネーションだらけの街になるんじゃないかと、えー、私は、えー、だいぶね、期待をしております。もうすでに花火の方は完全にクリスマスイルミネーション状態で,でございまして、これはあのー、はい、えー、トーマさん、はい、トーマフミツグさんが、まあ、撮影をした あの、画像でございます。東間文粒さん。本当に写真が上手でございます。まあ、このような写真ね、本当に撮ってみたいんですけど、まあ iPhone の SE ではちょっと難しいかなはい。私使ってるのは iPhone の SE でございますけど、ちょっとこれではね、難しいかな。やっぱり、 レンズが2つとかついてないと難しいのかなと思いますけど、まあ SE でもこのような写真が撮れるんだったらね、本当に撮りに行きたいなというふうに思っております。えー、ラプテンさんから一眼レフで長時間録音ということで、そうでしょうね。あーみつきさんも iPhone SE ということで、まあね、iPhone の SE って、正直言って6、 iPhone 6の時から大きさもレイアウトも何にも変わっていないですよね。筐体もそのまま、えー、このスマホケースもそのまんま使えます。はい。iPhone 6の、えー、スマホケースがそのまんま今の、えー、SE の第二世代にも使えるということでございましてね。はい。さっき店長も SE ですか。はい。なんか SE のお仲間が何名かいるようで、もしかするとみんなね、 あの、いいやつ使ってて、SE って俺だけかななんて思っていたんですけどね。そうですね、三月さん、6に比べるとだいぶいいですよね。まあ私はこれの前は、あの、6S 使っていましたけど、ね。はい。えー、今は、第二世代の SE で、えー、特に不満はないです。 使ってて不満はないし、使い勝手もね、あの、シックスと変わらないんで、スイスイ操作ができるということで、で、また意外とね、写真、綺麗だったりするんですよね。あ、甘さ控えめさんから花火いただきました。なんか、なんかいいですね。この背景に花火が上がると本当に花火が上がってるような、そんな感じに見えてしまいました。はい、ということで今日はね、えー、まずこの、 花火のお話をさせていただきました。えー、南の島の週末を彩る花火、えー。本当に沖縄が元気になってほしいっていう願いを込めて、えー、毎週土曜日の20時から打ち上げてるということでございます。さて、えー、本日ね、また、えー、中佐放送がある ですよね。今日は23時からプレミア公開があるということでね、またお時間のある方、再生回数ぜひ、はい、ご協力いただければと思っております。さてえ、今日はね、これについて新しい情報が入ったんでね、あの、ちょっとお話をさせていただきたいと思いますけど、今、沖縄県内、あちらこちらに、えー、これが漂着したり、翌日にはなくなっていたり、 する非常に厄介な軽石なんですよね。で、私今家に、えー、ゴミ袋のぱい分ですね、回収して持ってきて、今、塩抜きをしております。塩抜き。塩抜きをして、あのー、土と混ぜてね、あの、そこに植物が入るかちょっとテストしようと思って今、今、えー、塩抜き3日目ぐらいです。毎日水をかけて、えー、少しでも塩が抜けるようにやっております。まあ、これについてはまた、 ね、皆さんにもご報告できればなと思っております。さて、この軽石についてですね、はい、新たな情報が実は入ってきました。ちょっとびっくりなんですけど、これでございます。トン。実はね、なんとこの軽石をあの吸い込むサンドポンプ。はい。サンドポンプというのがね、 今、沖縄で作られておりまして、これをショベルカーの先にくっつけてですね、えー、海面にこれをね、落として、えー、そこから軽石をどん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 吸い込むという実証実験が先日行われたんですよ。はい。まあ、どういった様子かというと、こういった感じで、はい。このね、丸いなんかドラム缶切ったようなものが、これ吸い込み口になっております。で、 木とかね、あの、そういった大きなものを吸い込まないように表面に網の目の模様をね、はい、網の目の格子をつけて、変なものを吸い込まないようにやっぱり工夫はされております。で、これを海の中につけるとこうなります。すごいですね。はい。まあ、だいたいもう10センチぐらい沈めて、 ポンプを稼働させると、当然ながら海水を吸い込みます。すると、えー、この海水と一緒に、えー、表面に浮遊している軽石、そしてね、表面のみならず、海面の下にね、ある軽石も、どん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 吸い込むということになっているんですよ。はい、これ本当に見ててね、おーっと、 と思いました。まあ、実はね、あのー、四五日前に、えー、久米島にね、あのー、国場幸之助代議士が視察に行った時に、えー、地元の、はい、漁師たちが、えー、これ回収するのは、もずくをね、あのー、収穫する時のポンプで吸い取った方が早いっていうような話があったんですけど、ところが、ね、もずくの ポンプより強力なものがすでにできていまして、えー、こうして軽石をね、どん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 吸い込んでいるわけなんですよね。はい。こうして、なんかね、海の中に軽石がどんどん、どんどん、はい。吸い込まれていくような形で、えー、ございまして、と途中 <laughs>、一度一回、えー、吸い込み口がね、詰まったんですけど、その後、 あの、吸い込み口の格子状のね、フィルターを外して、えー、テストを継続したところもう本当にびっくりするぐらいのスピードで、はい、このように吸い込んでいきます。えー、渦を作って吸い込んでいくということで、はい、えー、左巻きの渦ができているのが見えると思います。で、この軽石っていうのは何も表面のみならず、海面からね、あの、10センチぐらいのところをカかぷか打って 浮いてるのとかそういったのもあるんですけど、そういったものまでがこのように吸い込みまして、吸い込んだ軽石は、あの別なところにある、えー、なんていうんですか、大きな鉄の容器の中にどんどん吐き出されていくんですけど、まあ、そこは、あの、軽石は残して水だけが抜けていくような、えー、状態に、ね、なっておりまして、えー、本当に短時間で 多くの軽石をね、その、えー、いわゆる、なんていうんですかね、パケットって言うんですかはい。この中に、はい、あのー、どんどん入れることが、まあ、できたということでございまして、まあ、これには、えー、ポンプで吸い込まれた軽石と海水が吐き出されると。で、フィルターでろ過され、海水だけが排出されると。 いうことでございます。神戸さんどうも、こんばんは、ここでございます。はい。今、神戸さん沖縄でもね、米兵なんかもボランティアで軽石の回収やってくれてます。本当にありがとうございます。ぜひ伝えといてください。はい。そしてね、海水だけが排出されるんで、この中に、あの、どんどん軽石がね、溜まっていくというね、仕組みになっているんですよ。 いや、これ本当に素晴らしい。でしばらくすると、水面はこういう風に、軽石のね、カも見えないぐらい、本当に綺麗な状態になっていくということでございまして、最初はね、あの、この、いわゆるオイルフェンスですかオイルフェンスの中にね、こうして集めた軽石をね、バンバン吸い込んだところ、 本当に時間もね、そんなかからないで、このように、オイルフェンスの内側は軽石をこのように吸い込んで、ね、ついでに外にある軽石まで全部吸い込んでしまったということで、かなり規模は大きいんですけど、非常にこれはね、効率的というか、まあ誰が考えたのかということでね、私は不思議にまあ思います。さて、誰が考えたのか、 あれこれは、これは、何やら、オレンジ色のマスクに、オレンジ色のネクタイ。<laughs> オレンジ <laughs>。はい。私はね、でもあの、ぜはぜ、ひはひで行きます。はい。ぜはぜ、ひはひで行きます。この人のね、 持ち前はやっぱりフットワークの軽さです。ね。フットワークとにかく軽い、この男は。だからこそもったいない、と私はやっぱ思っているんですよ。さあ、その男は誰かと言いますと、HK マンゴー仮面さんが大好きなこれでございます、と <laughs> はい。 いやー、なんか YouTube チャンネルも作って張り切ってるようでございまして、ね。はい。ほぼ、ワンミニッツミキオっていうことで短編の YouTube チャンネル作ってやってますよ。これ、本当にいいと思います。私は。はい。いやー、これ、あっぱれです。これはね。さて、まあ、このミキオさん、ね。あのー、業者の方とインタビューいろいろ映っておりましたけど、 はい。これがその時の様子なんですけど、えー、極東建設と書いてますね。極東建設さん。多分この極東建設さんっていうのがメインでこれをね、作ったと思うんですけど、まあそこにね、あの、三京さんが来てるということはやっぱり何らかの関わりがあるということなんでしょうね。まあ私は自民党員なんですけど、まあこのようにフットワークの軽さっていうのは非常にね、 あの、褒めてもいいかなというふうに思っております。ところが、ところが、手放しではやっぱり褒められない。なぜならこれでございます。トンはい、これあの、みきおさんがね、ついつい本音をポロっと言っちゃったところを、えー、字幕にして、私、乗っけてあります。えー、これは、 あとは、沖縄県がどう発注するかどうかえ、自治体にこれを広めていきたいと思いますね、と。<laughs> カータンさん、張本さんなら勝つと。いや、こういうアイデアをね、考えて、それをね、あの、建設会社と一緒に、あの、開発したっていうんだったら、私本当に素晴らしいと思いますが、 せめて、言い方があったんじゃないかと思うんです。いつもね、どっか、どこか一つ甘いところがやっぱり出てくるんですよね。えー、私がだったら、えー、これはぜひ、えー、玉木デニー知事にご覧いただき、今後、軽石の、えー、除去にこれをどう活かしていくか、ぜひ検討していただきたいと。 どうですか皆さん。これはぜひ、えー、玉木デニー知事にご覧いただき、え、今後の、えー、軽石回収にどのように活用していくかご検討していただきたいと。いうふうに言えばね、まだ全然、匂わなかったんですよ。ところが、これは、あとは、沖縄県が、どう、 活用するかではなくて、どう発注するかなんて言っちゃったんですよね。はい。発注するかどうか。多分これも実用新案出してると思いますよ。はい。実用新案。やっぱりね、そういった大手の、はい、えー、建設会社、あと、えー、おみきおさんのね、一番の支援者、実は、 開示土木を専門にしている会社なんですよ。はい。開事土木を専門にしている会社がみきおさんのバックにいます。私も何度か一緒に食事したことありますけどね。はい。非常に、あの、なかなか素晴らしい商売人です。人格者でもありますけど、しかしここでね、 これはあとは沖縄県がどう活用するかどうか、自治体に広めていくかだと思いますね、という風うに言えばよかったのに、ついついここで本音がポロリと出てしまったということで、どう発注するかどうか。ものはいいよっていうのがありますけどね。ただいま生臭いと思われているのに、 ちょっとこの発注という言葉は不用意だったかなってね、私思います。あ、神戸さんどうもこんばんは、ここでございます。今日も楽しく放送させていただいております。まあね、このアイディア非常に素晴らしいし、あの、港の中のね、えー、いわゆる軽石の回収にはすごいやっぱり、ね、あの、威力を発揮するアイディアだと、 思いますよ。はい。威力を発揮するアイデアだと思います。しかし、それを、ね、あの、三京さんが、ね、もうやっぱりもっと国会議員で影響力もある方がどう発注するかなんて言ってしまうと、これはちょっとまずかったかな。不用意だったかな。ね。自分が、あの、三京さんの参謀だったら、 もう、こういったね、動画で喋るときの、ね、使っちゃいけないワードとかも、前もってやっぱりレクチャーして、これは言っちゃいけませんよと。例えば、金額とか、発注とか、ね、あの、随意契約とか、そういったことは絶対に使っちゃいけませんと。私がだったらそのように、レクチャーします。 西浜さんどうも、島ばら今日、スムージーありがとうございます。はい、さっき店長、本当に、はい、生臭くなりますねと。本当に、生臭いですよ。ね。はい。まあでもこれね、カルガモス、今、実験は成功だが、実用化はどの程度できるかっていうことでも、すでに、これ、あのー、そんなに難しい装置ではないと思います。なぜなら、こういった、あの、ポンプ、 これあの、埋め立て地などでよく使っているんですよね。はい、埋め立て地などで、あの、水をね、海に流すときに使っている大口径のポンプがあります。まあ、それだと、えー、船のね、ポンプと違って、軽石ごときで詰まることはない。だって、土砂まで流してますから。はい。ですから、それをね、多分流用したアイデアだと思いますけど、やっぱりこれ土建関係じゃないとできないアイデア。 だと、思うんですよね。はい。目玉役さんおっしゃる通り、これ単純な機構だし、既存の機械だからいけそうということで、まあ既存のそういった機械を組み合わせて、え、作ったもの、っていうのがね、はい。私はもう、非常に、あの、コストもそんなにかかっていないんじゃないか、と思うんですが、ただ、ここで三京さんが、大真面目な顔をして、沖縄県がどう発注するか、 どう発注するかなんて言っちゃったもんですから、ここで一気に生臭くなってしまったんですよね。で私、この一言がなければ、未京さん、あっぱれと、スタンプを押,押そうかなと思いましたけど、この発注するかどうかっていうことで、塩ささん書いてるように、完全に、県に導入をね、促すプレゼンになってしまったということでございましてね。 そうですね。はい、目玉役さんその通りだと思いますよ。はい、さっき店長、この水中ポンプ、かなり強力。水中ライトが吸い込まれぶっ壊れましたからっていうことでね。まあ、普通のね、昇降系のポンプと違って、こういった土木用のポンプっていうのは非常に大きいですよ。軽石ぐらいの粒で詰まったりもしないですし、故障もしないです。そもそも土砂まで吸い込んでね、小石とかも吸い込んで、 排出するようなポンプですから、まあ、それをえ軽石回収に使ったと、えそしてえ海水だけを流す、えー、ケースをね作り、まあ、そこにえー、この吸い込んだ水を流すことによって軽石だけをね集めていくということでね、はい目玉メダさん使えるなら早く普及させてほしいということで、だから私本当にね今回のこのアイディアアップ 彼だと思います。まあ、どう発注するかうんんは置いといて、まあこのようなフットワークの軽さっていうのはね、本当に私は評価しておりますし、まあこれにもしご本人が関わってるんであれば、まさにね、あっぱれというふうに、あの、褒めます。私はあの、特に呼吸を下ろすつもりはないんですよ。 はい。ご協力すぼりありませんけど、やっぱりね、私、あの、党に所属してる以上、あまり褒めるわけにはいかない。まあでも、選挙が終わったんでね。はい。あの、いいのはいいで、こうして話をしていますけど、まあ、選挙期間中だったらなかなかやっぱり言えなかったかな、なんてね、思っております。はい。ということで、えー、下地三京さん、オレンジクジラの、ね、あの、あっぱれな、 挑戦、ということで。カータンさん褒められない。さすが、実家は土建屋ということでね。まあ、その土建屋、そして、怪獣土木とも深いつながりがある下地幹雄だからこそ、できたものではないのかなというふうにね、私は思っております。さて、その下地幹雄さんの、いわゆる知識の深さをね、 測る一つのバロメーターが、まあ同じような日にツイッターに投稿されております。これでございます。はい。さあ、これ。これもね、えー、昨日かな投稿してるやつなんですけど、我が沖縄県は石炭火力6割です。この現状のままでは、 SDGS の次の世代への引き継ぎがうまくいきません。沖縄振興法に10年以内に石炭火力をすべて変えると明確に書き込み、国も県も全力で沖縄電力をサポートすべきですと。はい。何ですかこれ。沖縄振興開発計画。まあ、そこに10年以内に 石炭火力をすべて変えると書き込もうと。そうすれば10年以内に石炭発電はなくなりますよ。なんて言っているんですけど、まあ、ちなみに沖縄の発電っていうのはこういう感じですね。はい。石炭が67%、6割ではございません。もう7割近くが石炭。 それから液化天然ガスが2割。石油が意外と少ないんですよ。6%。はい、石油は6%。この石油の中には、実はね、あの、沖縄県内の、えー、自動車修理工場から出る廃油。あの、エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、様々なオイルが実はあるんですが、それを回収し、えー 燃料としてね、燃やしています。はい。燃やしています。まあ、それがね、入れて、まあ6、6%。それが再生エネルギー電気1%。これは沖縄県内、あっちこっちにある多分風車。もしくは、えー、各家庭に付けられている、えー、太陽光発電の買い取りのやつが、そんなもんだと思いますけど、はい、ここで皆さんもお気づきだと思いますけど、 現在、この再生エネルギーの電気の割合が1%なんですよ。ところが石炭がね、67%なんですよ。これを10年以内に石炭をゼロにするということは、あとは、何を、はい、代替エネルギーにするのかな、ということなんですけどね。まあ、南の島、沖縄、 え、土地が狭いです。はい。で、太陽光のね、パネルを置くって言ったって、そんなに場所はございません。そして、えー、いわゆる、えー、発電用の風車。まあ皆さんご存知の通り、沖縄は台風が来ます。ね。確か宮古島か石垣島で台風で折れたやつがありましたけど、風車っていうのは意外とね、こういった台風には弱いんですよ。となると、 あとは何ですか石油ですかねそれとも液化天然ガスでしょうか多分再生エネルギーでは無理だと思います。しかしね、私ここでやっぱり政治家としての見識を疑うのは、どうすれば10年以内に石炭火力発電をゼロにできるかっていうことに言及しないまんまですね。はい。沖縄振興開発計画。そのね、 えー、中に、はい、10年以内に石炭火力を全て変えると書けば、それができる。ということなんですかね。まあ、これがもしできるんであれば、えー、日本には台風は来ないと。ね。あの、憲法に書き込むか。ね。中共は尖閣には入ってこないと。 いうふうに憲法に書くかやれば実現するっていうことなんですよ。でね、今あの、カーターンさん書いています。日本の石炭発電は世界トップクラスの技術力とあるんですけど、私はね、あの、やはり電力。まあメインは原発。そしてね、サブがやっぱり石炭っていうのはね、 これは外せないと思います。今ね、巷でスマホと、えー、タブレット持って石炭発電やめろなんていう若者たちいますけど、それってあまりにも非現実的ですよ。こんなね、反対反対してるぐらいだったら、ね、今の日本の技術、より安全な原発、より効率的でクリーンな石炭発電、そういったものをね、 やはり実現するために一生懸命勉強して技術者になるべきだというふうにね、私思っているんですよね。今、カルガモさん書いています。最低賃金1500円と書けば賃金が上がると思ってるのと一緒ということでございましてね。いや、沖縄ってね、本当に資源ないんですよ。いや、近くにあるんだけど開発しようとしないんですよ。 久米島沖にしても、尖閣諸島にしても、天然ガスやね、石油が出るって言われているのに、触ろうとすらしない。まあ、そんな中でね、はい、そんな中で、うん、このようなことを言っても、全く、はい、説得力はないかななんて、私は思っております。はい、ということで、えー、今日の、えー、ボギーチャンネル、 えー、この下地三紀さん、オレンジクジラの新たな、はい、挑戦、カッコ、プレゼンですね。挑戦って言いながらプレゼンだったというお話と、はい、非現実的な、えー、石炭火力ゼロへというお話をさせていただきました。思いっきり褒めちぎった後に突き落とすようなことを言ってますけど、事実は事実でありのままにお話をさせていただきました。 ということで、えー、今夜のポギーチャンネル、これにて終了させていただきます。えー、今夜も皆様、えー、長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。今日またね、あの、YouTube チャンネルでアーカイブが上がるということなんで、あの、ちょっと、はい。 見れなかった方、ぜひまた見ていただきたいですし、まあ、できればね、そのリンク、えー、中佐の方が貼ってますんで、あの、それをね、皆さんのツイッターとかでまた拡散していただくと、一人、二人、十名、二十名増えるとね、非常に私とスタッフみんな喜びますんで、ぜひご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。では、皆様、明日同じ時間にお会いしたいと思います。えー、今夜も ありがとうございました。